Ioannis Vasilios. この曲は3つのパートに分かれています。まず1つ目、ランビエールのソロパート。人生の経験の学び、何かの始まりを表現します。続いては2人のデュエットパート、お互いのエナジーを共有していきます。違う動きをしててもすごいシンクロしていて、なんかとっても不思議なプログラムですね。そして3つ目はバシレフスのソロパート、引き継いでいくもの、未来に残すべきもの、2人の作品作りは続いていくことを表します。Thank you.
ランビエールからバシレフスに、コーチから教え子に受け継がれていくものっていうのは確かにありましたね。そうですね、あの動き方であったり、まあ、もちろんジャンプもあるんですけども、はい、何かこう2人が美しい、なんて言うんでしょうね、石像というか、ね、はい、美しいものを見たっていう感じがします。